ワクワクドキドキワクワク香川長谷部香川長谷部香川長谷部お願いだから金来てこれ、うん、金来ないと正直俺ブルブルだからさ、おい来い金はぁえ、なにこれ今なんで金来ねえのかなと思ったらこれ10連じゃなくてこれ残り10回とかね1回ずつしか引けない、オッケーオッケー、まあもうここで金取るしかないよね、うん、さすがにここで金取るしかねえ、もう早めに、もう早めに押した方が勝ち、もう早めに押すが勝ちだから、はい、金来ました、横にずれてください、ずれないんかい、いやマジで誰だよ、俺わからんのじゃ、サッカーあんま知らんのじゃ、よし香川長谷部香川長谷部香川長谷部うるるるる香川長谷部香川長谷部が来るんとちゃいますの、あま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 あ銀銀銀、まあ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 全然ない、おっとこれはかの有名な本田圭佑伸びしろですね、いや金玉出ねえな、金玉がよ、金玉来いや、金玉金玉やべえな、部屋の中で金玉金玉叫んでるのやばくない、おい白かよ、まあ、あと3回って言っても、まあまあまあまだまだあと3回だから、まだあと3回よし行け、金出てほしい、マジでお願いだから金出してくれんから、銀かい、まあまあ全然大丈夫だけど銀でもね、うん、あなたはだ長友ウィニングイレブン2018やっていきましょう、レノンですということで、まあ別にシリーズ化するつもりはないんですけど、ちょっとガチャが3回引けるんで、そのガチャをね動画にしていこうかなと思います、もうみんなが知ってる、もうメッシ出すわメッシ出すわ、まあ3回引くだけ、正直言って今日はもう3回引くだけ、3回引くだけの動画なんですけれども、それをいかに面白くできるか、そしてウィレ側がどんな選手を出してこの動画を盛り上げてくれるかということで、まあ、まずは GP で払いますわ、よいしょ行きましょう、レッツゴー、メッシ来い、マジでメッシ来てほしい、当たり前やんそれはさすがにね、まあまあ貯めていこう、貯めていこう、まあ貯めていこう、ここ貯めずにここ、おっとずれて右にずれて、あーずれない、まあでも金でも全然、あ左左、まあメッシが左ってことでちょっと左に反応しちゃったけど、ニコラス・ガイタン、何が強いんだろうね、あーなんかバランス型っぽい感じがする、なんかまあよくわからんけど、まあ全部が70後半80みたいな、まあヘディングディフェンスセンス、ボールダッシュ雑魚すぎん、この人にはパス、ま、回さんといけんってこと、ボールダッシュ55って雑魚すぎん、この人でボール取りに行ったら絶対取れないじゃんこれね、まあでもスピード瞬発力、そしてボールコントロールドリブルとカーブグラウンダーパス、まあ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 金だからねいい感じよ全然、でポジションは前の方、この人ってライトウィング、これ右前ってこと、よし今金を1個引いたことによって黒の確率が 0.2% も上がったぜ、 0.2% よ、よし行きましょう、ネクスト、あもうすぐ引いちゃう、ごめんもうすぐ引いちゃう、すぐ引いちゃうわ、ごめんね、すぐ引いちゃう、ずれろずれてお願い、メス、あでも右じゃん右じゃん右の時点で違うんだよもうメッシが欲しかったけど金、あギアドルドルブラック出ていく、いや素晴らしい、ゴンザロイグアイン、ナイス、いやーやったぜ、まあ黒出たからもうほぼ勝ち、やばい強い強いあれこの人えぐいぐらい強くない、89だよ、あ30レベルか、30レベル89って結構上じゃない、結構パワーの高めな黒じゃない、これ黒の中でも、やったぜ、この人は前の方の人か、この人のポジションどこだった、CF ってなんだっけ、いや CF っていうのが前の方っていうのは分かるけど CF がどういう役か分かんない、でオフェンスセンス、ナイス素晴らしい、決定力、ボールコントロールドリブル、もう攻めに特化しまくった人だね、あれボールダッシュ48、あれボール取るのはやっぱ下手なのかな、普通の選手ってこんなもんなのかな、わかんない、ボールダッシュのあの何目安がわからん、どのぐらいが高くてどのぐらい低いの、
ボールダッシュめっちゃ低いやん、なんかみんな。いやー、黒出ただけ全然 OK よ。で、しかもまだもう一回残ってるからね。やったぜ。ゴンザロさん、ありがとう。よし、まあ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 。まあ次でまたね。また次でまた出すから。うん。次でまた出すから、メッシ。よし、来い！まあ今すぐ引いて出たってことは、まあもう一回すぐ引いてくださいよってことじゃないの？またもう一回すぐ引いてくださいよってことじゃないのか。おっと、黒がまず出ていない。くっそ、最後、ラストなのに銀かよ。誰お前もう。誰だ？うわぁ、ハゲてる！ハゲてる！ということで、今回こんな感じですかね。うん。まあ、黒出ただけ全然 OK よ。そりゃまあね、黒出ただけ全然 OK よ。ということで、もうクソ短い動画になってると思うんですけど、まあ、ちょっと撮りたかったから撮ったよっていう。うん。ガチャの動画撮りたかったから撮ったよってやつです。はい。ということで、コメント欄にてぜひともね、またガチャ見たいよって人がいたら、ちょっとガチャちょっと貯めて、また引くんで、よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。そんじゃまたね。